今昔さんてです。よろしくお願いいたします。お願いします。いややっぱりね、もう夏バテの季節ですから疲れちゃいますよね。そういう時にね、やっぱりこう精をつける、元気をつけるという意味で言いますと、ね、うなぎを食べたいというふうに思いますよね。食べたい。なんと今回こちらやってまいりましたのはですね、和歌山県の有田市に今日はやってまいりました。こちらの工場なんですけれども、川水という名前の工場でして、なんとですね、通販サイトによりますと、うなぎ部門で13年連続でグルメ大賞を取り続けているという大変な人気のうなぎ工場なんですね。はい。そしてこのうなぎの蒲焼き工場が今なんと工場見学かっこうな重付きというですね、夢のような企画をやっているということで今日はやってきたんですよ。ということでですね、今日はこちらでどんな工場なのかちょっと見せていただこうというふうに思っているんですけれども、はい、強力な助っ人を今日も呼んでいます。こちらの専務でいらっしゃいます川口さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ川口さん、この工場見学なんですけれども、はい、あんまり聞いたことがない気がするんですが、うなぎの蒲焼きの工場見学って珍しいですよね。はいはい、そうですね、インターネットで調べたんですけども、なかなか出てこなかったので、ひょっとしたら日本初なのかもわからないです、ね、日本初ですよ。たっぷりね、そのどういううなぎが出てくるのかというのを、ね、はい、楽しみにしていただいて、じゃあ早速見せていただきましょうか。はい、どうぞ。はい、じゃあ失礼いたします。さあ、いいですね、もうこちらの扉も工場って感じがしますが、さあ中に入ってまいります。お、なんか水の音が聞こえてきますね。はい、わすごいすごい、なんか天井から水がたくさん落ちてきていまして、これ大丈夫ですか、蛇口開けっぱなしみたいになってますけども。そうですね、常に開けっぱなしでこういう状態です、ね、うっかりじゃないですよね。そうですね、わざとです。 ここはどういう場所なんですか。ここは建て場と呼ばれているところで、建て場、うなぎの泥抜きという工程の一つになります。はい、うなぎってね、やっぱりこう泥臭いとか生臭いというイメージを持っている方もいると思うんですが、こちらの工場ではしっかりとその泥抜きという工程があるんだそうです。はい、そうです。でこの桶の中一つ一つにうなぎが入っているそうなんですけど、はい、大体ここだけで何匹ぐらいいるんですかね。大体ここだけで今2万匹ぐらい、2万匹ですよ。すごいですよね。もうここもう本当うなぎの高層マンションみたいになってますから、じゃちょっと中見せていただきましょうか。はい、出ました。はい、こちらがですね、国産のうなぎなんですよね。そうですね。いや立派ですよ、大きくて色も非常に綺麗ですよね。これ大体どのあたりからやってきたうなぎなんでしょう。大体宮崎とか徳島の、メインは西日本になります。九州とか、ね、四国のうなぎってやっぱり美味しいですからね。はい、でこちらのまあ貴重な国産のうなぎをこちらでは加工しているということなんですよね。でこれ泥抜きっておっしゃいましたけど、大体こうどういうふうにしてその泥が抜けたっていうのは確認できるんでしょう。実はですね、味覚に敏感な職人さん5人がおりますので、はい、その5人で食べてみて、はい、泥臭いのか泥臭くないのかというのを判定します。だから人間の舌で確認しているわけですよ。そうですね、ということはですよ、職人さんは毎日このうなぎを食べなきゃいけないということですね。そうですね。まあ、羨ましい気もするんですが、飽きたりしないのかなってちょっと思ったりもしますけど、はい、大丈夫ですね。大丈夫ですか。頑張ってもらってます。そうですか。はい、ちゃんとねプロの味でこう確認しているということなんですよね。はい、そしてですね、今日やっぱり皆さんにお伝えしたいのは、このこうやってうなぎを実際に見ることができる、そして大きいポイントは触ることができるっていうところなんですよ。なんとこちら見学をしに来た方は皆さんうなぎに触れることができるということなんですね。おお、ここにもいっぱいいますね。じゃあちょっとこちら私ちょっと握ってみますよ。ちょっと触りますよ。はい、おお、ああそう、ああそっち行く、ああ本当、ああごめんごめん、はい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 、ああそう、はいはい、ああダメですね。全然つかめない。あ、この子いけるかな。よいしょ、おお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 、ダメですね。頭のあたりをですね、そろりそろりこういうふうに持っていただけると、おすごい、持てますんで。頭をそろりと持つ、ね、首根っこのあたりですね。首根っこのあたりを、そろり、首根っこのあたりをそろりと持つとこうなる。で無理ですね。ちょっとこれはねやっぱり相当練習がいるみたいなんで、ちょっと慣れないとね持ち上げること難しいらしいです。 そしてこのうなぎをいよいよさばいていくわけですね。そのさばきの工程も見せていただきます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。職人さんの上西さんです。よろしくお願いします。じゃあ早速ですけれども、ちょっとさばくところ見せていただいてもいいですか。はい、
はい、こちらの白いまな板の上にこのうなぎ、やっぱりね職人さんすっと手で持ちますよ、はい、そしてこちら目打ちという道具で頭のところを刺してうなぎ包丁でぐっと一気にお腹を開くんですね、関西はやっぱりね腹開きというところですよね、一気にすっ、そして今ここがねまさに技なんですけれども、これね骨だけを切り取ってるような状態なんですよね、これどういうところに気をつけながら作業されてますか？そうですね、骨の周りの身って特に美味しいので、はい、身に骨がつかないようにするのももちろんですけど、はい、骨にも身がつかないように気をつけてうなぎをさばいております。骨見せていただいてもよろしいですか？その骨を見せていただきましょうか。さあこちらの骨なんですが見てください、はい、これねもうほとんど身がついてないんですよ。わかりますかね、本当に綺麗に骨だけ、さすが職人の技ですね。ありがとうございます。いいですが、すみません、ちょっとさばいてる作業の途中で止めてしまいました。ありがとうございます。そしてですね、こちらでこういうふうにさばかれていますうなぎなんですが、この後焼きの工程に入っていくわけですね。うん、はい、でこれ全自動で、ね、行われるということなんですけれども、まずこちらでさばかれましたうなぎはですね、蒸し上げます。はい、蒸して、この身をふっくらとさせながら、余計な油なんかをこう落としていくわけですね。でその後白焼きの状態にします。でこの後ここからがやっぱりうなぎといえばタレですね。このタレをですねしっかりとつけて焼くわけなんですけれども、ね、これだけでも美味しそうなんですが、これタレも1種類じゃないらしいですね。そうですね。どれぐらいあるんですか？3種類のタレで。3種類のタレ、これ全部味は違うんですか？そうですね、それぞれタレ違うように味を違うようにしてます。そういうことなんですね。味が全部違うんですけれども、まあ、言ったらあっさりとした、ね、肉質のこのうなぎを楽しむということ、うん、さあここまで来たらやっぱり味が気になりますよね。味が気になりますよね、ね、やっぱりね試食の時間も用意したいんですが、うん、その前にですね今昔クイズです。来た今昔クイズ、はい、さあ今日はですね、うん、うなぎのプロ、もううなぎのことはもう知り尽くしているというですね、うん、川口さんがいらっしゃいますから、ちょっとうなぎについて教えていただこうというふうに思うんですけれども、はい、スーパーでうなぎを買う場合、うん、どっちのうなぎを選んだらより美味しくふっくらと食べられるでしょうかというクイズ考えていただきたいんですが、どっちのうなぎ？ A は横から見た断面が平たいもの、B は曲がっているもの、さあそれでは川口さん、はい、正解お願いします。正解は A です。 A です、おめでとうございます。なんで平らがいいんですか？はい、B の方が丸まってるんですけども、皮が硬いんで、焼いた時に身が皮の方に引っ張られるような形になりますので。なるほど、この皮自体がこう焼いている途中でこう、まあ、言ったら引っ張るような感じになっちゃう、ね、反るんですね。だから身が硬くなってしまうというところだそうですので、はい、皆さん買う時は平らな方を選べばいいということですね。さすがやっぱりね、川口さんやっぱりもううなぎのもう説明さすがお上手です。いやいや、さすがです。先ほどは工場を見せていただいたんですが、その真向かいですね、道を挟んで反対側には実はですね、このうなぎを食べられるスペースがあるんですよね。これレストランが最近できたということですね。そうですね、いつできたんですか？去年の2月にですね、はい、オープンしてね、まだ日が浅いんですけども、はい、今日も、ね、行列ができるぐらいに大変な人気を誇っているんですが、まあこちらに来ればですね、まあ、テーブルに座っておけばうなぎが出てくるの待っておけばね食べられるんですけれども、うん、そうだね、もう今日は私の子もうなぎ欲が今すごいことになってますので、はい、特別に厨房に、そうですね、はい、入れていただけるということですね、はい、ちょっと中入ってみましょう、はい、どうぞ。あ、いいのれんですね、失礼します。のれんこちらがのれん、あ、もうね、いい香り漂ってます。そうか、のれんたんってやったらのれんに、いい香りが漂ってますよ。あ、こちらで今ね温めてくださってますが、大変、ね、あ、いいですね、こうやって一枚一枚、ね、そうですね、焼くんですか、はい、わあ、これね先ほど工場で丁寧に焼かれたものをこうやってね表面を炙って一つ一つ丁寧にね焼いてくださるということですが、タレもまたそこにちょっと足して、わあ、いいですね、うわあ、たまりませんね。さあどうでしょう、いけますか、もういける、あ、いけました、あ、焼けました ね、 さあそしてお重にもすでに盛られましたご飯の上に、おっと一枚乗りました。そしてもう一枚完全にご飯を覆うようにして、もうほとんど見えない、すごい、蓋いらないというぐらいにしっかりとうなぎが乗りました。こちらがですねうな重なんですよ。これね、つまりこれうな重だけ注文しても3000円なんですけど、うん、見学をした後こうやってうな重を食べても3000円なんです、だから、まあ、
工場見学が丸々ただということでもありますし、まあ、逆に考えれば工場見学を3000円でしてもら、うん、させてもらって、うな重がただでついてくるという考え方で、ね、そういうことなんですよね。素晴らしい、この見てくださいよ、この高級感と照り、美しいですよね。いいな、これやっぱり大阪市内とかね、街中の百貨店ですとかそういうところで食べると、まあ、4,000〜5,000円したりしますよね。こちら3000円で食べられる、しかもこれね、大きさがね、これ中ぐらいなんですよね。はい、まだこれより大きいのあるんでしょう。そうですね、これよりどれぐらいあるんですか、この大きいっていう、1匹半ついてるってことは、これの大サイズがあります。もうちょっと量が多い、うなぎの量が多いものもあるということですからね、はい、うなぎ好きにはたまりませんよね。さあ、まあ、ご宅はいいんですよ、とりあえずねちょっとね、この味をやっぱり見てみないといけませんよね。いや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 、じゃあもうといいじゃありませんか、ちょっともうテンション上がってるんですから、いきますよ。じゃあちょっとこれをね、こううなぎにね、お箸を入れまして、最初からこういう感じでね。いやー、これはね、あ、もうね、香りが違いますよ。そう、これでもね、やっぱ綺麗に持ちたいですからね、ここはね、ちゃんとこう皮をね、しっかりとこう、ちょっとご簡単ください、しばらくね。いや、綺麗に綺麗に、わー、いい、分厚いもんね。なんかついてきてるけど、いいか、いきますよ、いきますよ、いきますよ、入る、わんぱくや。熱いのかな、ちょっと。これは贅沢な味ですね。うん、あ、おいしい。しかも焼きたてですからね、香ばしい香りもしっかりとします。でね、うな重とかこう、うなぎとご飯一緒に食べるとどうしてもタレの味がすごく強いイメージがあるんですけど、こちらはタレがすごくあっさりとしていて、うなぎの身自体のうまみをすごく感じるんですよ。だから焼き魚の美味しいものを食べてるっていう感じで、そこにちゃんとうなぎの、ね、タレの甘さも加わって、これはもうどん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 食べちゃいますね。いや、最高です、これは。ありがとうございます。もちろんこれしっかりと泥抜きしてますから、生臭みなんかも全くないですし、泥臭さもありませんから、これ他のところでも購入はできるんですかね。はい、インターネットでですね、うなぎや川水と検索していただけるとですね、はい、うちのホームページ行きますんで、はい、そちらからお買い求めいただけますし、関西ですと生協さんとかにも卸させていただいてますんで、そちらでお買い求めいただくことも可能です。でぜひとも皆さんこちらのお店まで来ていただいて、はい、たくさんいろんな商品もありますし、うなぎ以外にもいろいろ販売もしてるんですよね。そうですね、うん、蒸し柿とか、あと季節によっては和歌山のみかんなんかも販売しているということですから、はい、まあ、和歌山の旅行ついでにね、こちらでうなぎを食べて帰るというのは非常にこの夏いいんじゃないかなというふうに思います。小さいお子さんなんかはね、夏休みのね、自由研究なんかにも工場見学ぴったりだと思いますので、皆さんもぜひ一度ここでね、最高のうなぎを召し上がってみてください。